はい、F22 の、モード1、モード1化したんですけどね、もうこっちね、バネがないんでね、もうどこでも向きます。はい、で、こちらが、まあ、横はね、ラダーは、まあ、基本ついてないんですけど、エレベーターが、まあ、スカスカ状態。はい、このちょっとね、今ね、ワンコの散歩行ってるんで、とりあえず、エレベーターを、センターあたり、こっちストロットルは下げてて関係なし。で、電源入れて、んで、機体の方を、電源をつなぐ。逆か。そして、スロットルを、上、下で次から回るということで、はい、バッグどのくらいで帰ってくるかな。飛んでる間は良ければいいんだけど、はい、じゃあね、右スロットルなんで右手で持って、一応ジャイロは、ビギナーにしてます。じゃあこれ左のねボタンがね、アクションするときのね、アクロバティックスって書いてます。はい、じゃあ行きます。これは何モードだろう。スイッチがね、本当にビギナーかちょっと分かんないんですよね。向きを間違えてたら、あ、なってるな。これ以上エルロン倒れないんで、ビギナーですね。ただ、ちょっとね、スロットルをニュートラルにする癖がついてるみたい。今度は。はい。じゃあちょっと、アクロバティックしてみよう。なるべくね、見えるところをしたいんでね。ちょっと低空。低空でちょっとスロットル下げるな、ほんと。これヘリの癖かな。はい、向こうからの直進、したら入れます。はい、ボタンを押して、はい、ロール、オフちょっと下がったな。どのくらいだろう、60センチぐらい下がったかな、高度が。ということは今度はちょっと高度をね、その分上に上げとこう。またしかもね、これ風上からの風下向きだから、高度落ちるっちゃ落ちるけど、はい、ちょっとね頭の上、あっ、軽トラ来た。はい、ロール、オフ、かっちょいいかっちょいい。じゃあちょっとね、これ車が来たんで、ね、自分ちょっと前に出よう。はい、ちょっとハーフにします。あ、軽トラ止まってるよ。うっそ、今度風下から行ってみようか。うん、やっぱモード1はいいんだけど、ちょっとやっぱしね、スロットルをハーフにする癖がついてるみたいでね。はい、ちょっと落としての、はい、ロール、おお、いいね。やっぱ風下から風上のロールは、高度的にはね、あまり落ちてないかな、そんな気がする。はい、25%スロットル。ターンの時ちょっと上げた方がいいかな。ちょっと低空でスローで、今ちょっとダウンでね、規則がついたかな。ループはどうだったっけな。ループ風下からしてみよう。はい、ちょっと低空で先頭見えんから、はい、ループフルスロットル。あ、ビギナーはできない、ビギナーはできないから、あのアクロバティックスのスイッチを入れてのエレベーターアップだ。あ、やべ、あ、やった、やらかした。か、
やらかしたか。あ、やったー、またやったー。あ、またやったー、電池切れ。電池切れになるとどうもね、旋回っていうかくるくる回り出して、今フルスロットルにしたけど全くね、あの、あ、スロットル入ってた、まだ。ずっとね、なんか操作効かなくなる。フルスロットルにしても効かなくなる。あ、行き過ぎた。どの辺だ。ここってこの前落ちた場所と同じだね。この辺だ。あった。はい、プロペラついちゃう。よいしょ。よいしょ。はい、プロペラついてたんでよかった。はい、ここでね、スキットがなくなってたら大変だから。まずスキット確認とプロペラとスキットだけ、それ以外はほとんど取れないんでね。よいしょ。今何分ぐらい飛んだんだろう。はい、とりあえずね、モード1にはできましたんで、はい、これでまたね、楽しめる機体が増えました。はい、以上になります。よいしょ。